こんにちは、カフェペナンゴの井原です。こんにちは、カフェペナンゴの川上です。今月のおすすめセットを紹介していきます。はい、今月は何ですか？こんにちは、今月は、はい、エルサルバドルの、はい、サンタリタ、サンタリタ、2番と、はい、サンタロサのコスタリカですね、はい、イエローハニー、はい、ですね、3番、5番ご用意しております。はい、じゃあまあ飲みながら話していきますか。はい、じゃあまずはエルサルバドルのサンタリタから飲んでいきたいと思います。はい、ブルボンですね。ブルボンですか。はい、ブルボンの、ナチュラル。ナチュラル、はい、はい、じゃあ飲んでいきます。いただきます。サンタで、サンタで、はい、ちょっと12月っぽい感じ、はい、なんですけど、ちょっと1月になってしまいました、うん、はい、いただきます。はい、いただきます。うん、とても飲みやすいです、ね、この感じ。透明感があって、はい、みずみずしい。はい、はい、はい、2番だけど、やっぱり少しそこまで酸味はない感じで、はい、とっても飲みやすい感じですね。はい、後の方に少し華やかな感じっていうか、はい、ちょっとティーローズっぽい感じとか、うん、そういうのが少しあってとっても美味しいです。そうですね、はい、そこがアクセントになって、うん、はい、とってもいいです。どんどん飲めるコーヒーですね、はい、美味しいです、うん、じゃあ次はコスタリカ、はい、はい、サンタロサですね、はい、今日は3番ですね。今日は、はい、3番を用意してます、はい、いただきます。いただきます。うん、うん、なんかクリーミーな印象が、はい、すっごいクリーミーですね、はい、これで、あとはやっぱりイエローハニーなんで少しこう甘い感じとか、うん、蜂蜜っぽい感じとか、ちょっと柑橘のオレンジっぽい感じとか、うん、そういうのも楽しめる感じですね、はい、美味しい。美味しいですね。5番はどんな印象ですか？5番はやっぱり焙煎度はちょっと深いんで苦味も強くはなるんですけど、うん、やっぱりその苦味とやっぱり甘みが少し入ってくる感じで、はい、とっても、ま、バランスが良くって美味しいコーヒーになってますね。どちらも飲んでほしいコーヒーです、うん、どっちも飲んでほしいですね、はい、川上くんはどっちが好きですか？3番と5番だったら。僕は最近だと結構浅煎りとかが好きなので、はいはいはい、3番のオレンジっぽい柑橘系の爽やかな印象がある3番がいいかなとは思ってます。いいですね。ぜひ両方、はい、飲んでほしいですね、はい、1月もこんな感じで、はいはい、ちょっと新生カフェテナンゴで頑張っていこうと思うんで思います。よろしくお願いします。今年も。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。はい。ありがとうございます。